はい、よろしくお願いします。どうもハイチです、今回素敵なゲストに来ていただきました。では自己紹介の方よろしくお願いします。いや、どうも東海の虫のやら、お久しぶりでございます。ご無沙汰してます。約1年ぶりでございます。見てる方はだからハイチさんと僕の絡みを見るのは初めてってことですか？初めてです。おそらくびっくりすると思います。実は繋がってたんだと思うんですか？そうですね、なかなかこう接点がある分野でもないじゃないですか、はい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 、どうしても教育だしですし、あんまり関わらない方がいいですよね。いいよし関わりたいよ。関わりたい分野ですよ。なんかそれこそ僕がですね、本を出しまして、はい、その本の URL 下に貼ってあるんですけど、なんかそのお渡し会っていうので、まあ、その中国地方回った時に、はい、ハイチさんの大ファンっていう人が、いやもう本当に早く対談してあげてくださいって言われて、その僕全然したいよ、でも会ってくれないよっていうことを言ったら、はい、いや大丈夫です、僕は行ってきますって言って、はい、時間かけてやるタイプじゃなくって、それこそ効率を重視するというか、いかに集中した状態でやるかみたいなことをすごく気にしてたというか、あんまりなんか長時間やれる性格じゃなかったので、なんかそれなりに自分で考えてやってたんですけど、なんか僕テスト前とかってなんか何月何日までにこのテキストをやってこいみたいな宿題的なのがあるじゃないですか。ほぼそれしかやってこなかったんですよ、勉強は。で、なんかそれもなんか一回自分で解いて、で答えを自分で見て丸付けするっていうのを先生からはやれって言われるんですけど、なんかこの一回自分で解いてる時間が意味ないなとか思って、ずっと答えをこうやって写してたんですよ。答えっていうか答えを横に置いて青ペンでずっと答えと解説を写し続けて、でなんかまあそれによってなんかあれじゃないですか、ちょっとやり込んでる感出て成績も上がるし、なんか自分の中の間違って知ってるかもしれない知識を一回これだっけって書くのを無駄な気がしてたんで、本当に正しい答えにずっと触れ続けるみたいなのを意識してました、ね、じゃあ初見でまず解いてみてチャレンジしようっていうところをもう取り除いてしまって、もう正当に先に触れてしまうっていうですね。なんかまあその後にチャレンジする方が意味がある気がしてたんで、でもなんか言われてみたら効率的かもとちょっと思っちゃうんですけど、本当は真似しない方がいいと思うんですけど、結構質問で自分のところに来るのに、その答えを見るタイミングってどうしたらいいですかってたまに聞かれるんですよ、はいはいはい、その初見の問題の時に結構粘るべきなんですかとか、すぐ答えを見ていいんですかって聞かれることがあるんですね。で、自分ですぐ答え見ちゃう人なんですよ、はいはいはい、粘らないんですよ。多分虫さんほどではないんですけど、粘ってる時間がもったいないと思っちゃうんですよ、ね、あ、でも一緒です、一緒です。なので多分それの究極系なんですよね、虫さん今回。なんか粘った結果、はい、遠回りして正解しちゃった場合とか怖いじゃないですか、はい、あ、確かに答えだけ合ってるから、ああってよかったんだと思っちゃいますけど、それって本当に良かったか分かんない。特に数学とかってそういうことあるじゃないですか。ありますね。なんか意味分かんないことして、いやこれいらんかったなってやって、結果的にまあなんとか答えまで取り付いたけど、はい、じゃあどの式がいる式だったのかもあるかも、よくあるじゃないですか。確かに、なんか答えたどり着いてて丸になってると、あ、OK ってなりますよね。確認しようとはしなくなりますもんね。丸つけって結局ゴールしか見ないから。あー、なるほど。それが怖いなとか思ってたんで。その勉強法で大学受験も同じ感じで。あ、でも大学は受験してないんですよ。あ、そうなんですね。はい、なんだっけ、推薦みたいなのでするって言っちゃったんで、あ、特に受験勉強しないんですけど、まあでも高校終わるくらいまでずっとそれでやってましたね。ってことはあれですよね、内申が必要になるので、その高校の定期テストとかはその勉強法で結構いいとこ取ってたっていう。はいはいはい、そんな感じです。あの模試ですもんね。僕は先に遊んで、あ、もう勉強したいなってなるまでやらないんですよ。すごっ。で、やばいな、こんだけ遊んじゃったなっつって、でもそろそろ勉強しないと、せやいかんかもしれんなってなって、た時の集中力が一番強いんじゃないですか。それすっごい詳しく聞きたいんですけど、自分実は一度それチャレンジしようとしたことがあって、はい、高校の時にそれ周りにいたんですよ。その自分は金子って頭のやつがいたんですけど、そしたらそのタイプで毎日釣り行ってたんですよ。釣りが趣味で、はいはい、で朝1次元の前のゼロ元があったんですけど、うちゼロ元の前にも釣りに行ってたんですよ、そいつ。へー。でとにかく遊びが大事っていうタイプだったんですけど、で同じように発想で、じゃあやるだけやって勉強したいってなるまでやろうと思ったんですけど、ならないんですよ俺。それってなんだろう、なんか コツとかってあるんですか、そうなる。コツですか。そうそう、ね、すごいできなかったんですよ、それが。確かに僕は
ゲームじゃなかったんですよね、その息抜きとかは、はい、外で遊ぶか、はい、まあ、アニメを見るか、はい、まあ、漫画本を読むかだったんで、なんかゲームよりは終わりが早くなるじゃないですか。なるほど。っていうのもあるかもしれないんですけど、はい、まあ、あとずっと昔から頭いいね頭いいねって周りからもてはやされてきたから、はいはい、それを捨てたくはないじゃないですか、その気持ちはあるので、はい、なんかどっかで、まあ、もうそろそろ勉強をして俺の力をね、今回も見せつけなきゃいけないなっていう瞬間が来るんで、それ待ちでした。あ、なるほど。一回その、なんだ、そのモードに入って、あ、この時の集中力いいなっていう経験すると多分入りやすくなる。うん、多分なんか誰しも経験があると思うんですけど、なんか神が降りてきた瞬間みたいな集中できる時あるじゃないですか。その時覚えたこと絶対もう忘れないじゃないですか、はい、僕はもうそれを人為的に神を下ろす神下ろしって呼んでました、ね、かっこよすぎません？勉強がまず好きだったのがあるかもしれなくて、なんか A 型なんですよ、ね、でなんか勉強する時とかに、例えば、まあ、まとめ直したりとか、はい、テキスト埋めてったりする時に、はい、きっちり埋まっていくのが気持ちよかったっていうか、なんかそういう感じでやってたんで、なんか嫌なものに取り組んでやるぜっていう気持ちがなかったっていうのがまず一つあるかなっていうのと、あと僕も苦手な教科は特になかったんですけど、はい、強いて言うなら数学が自分の中でできなくて、はい、1回だけ金沢どうしたんだって先生に言う時があって、はい、僕数学はクラスの中でこう上下があったらなんかこれくらいだったんですよ。あ、そうなんですね。だから、まあ、飛び抜けてるわけでもなし、うん、悪いわけでもないから、はい、だったんですけど、はい、どうしたんだって言われたんで、はい、僕は、あ、1位だったのかなと、クラスの中で。あ、なるほど。めっちゃ良かったのかなと思って、褒められたんだなと思って帰ってきたら、ドブだったんですよ、クラスで。あ、そうなんですね。っていう時が1回あって、はい、もう本当に今でも覚えて数 B なんですけど、はい、なんだったかなっていう時がありまして、その時に僕は逆に、はい、ちょっとやる気出ましたね。あ、そうなんですね。反骨精神じゃないですけど、はい、見てよ、次見てろよみたいな。ですね。ああ、すげえな。まあ、家庭の事情っていうか、なんでしょうね。普通に僕は薬剤師になりたかったんですよ。あ、はい、だけど、薬学科って6年行かなきゃいけないし、うん、うちの親はもう、なんか僕の、なんていうの、大学を支援する気ないよっていうタイプの人だったので、あ、そうなんですね。まあ、支援なしで6年は無理だなってなって、うん、じゃあ何しようかなと思ってて、一人暮らしもしなきゃいけないし、はい、となると県外に出てくるのも厳しそうだなとか、いろいろ考えた結果、まあ、一番自分の近い大学に行ったんですけど、はい、そのとこが、まあ、教育大学だったんですよ、はい、あと僕将来楽しい仕事したいなと思ってたんで、はい、なんかサラリーマンになりたくなかったので、まあ、サラリーマンかもしれないですよ、広く取られればなんか子供と遊んでるだけで褒められるのって珍しいというか、はい、遊んでるだけでもやられる職業いいなと思って、そこで、はい、じゃあそこの大学にしようって決めて行ったって感じですね、はい、実際学校の先生ってどうでした？いや、めっちゃ楽しかったです。あ、そうなんですね。何年と思ったんですか？ 2年生です。あ、そうなんですね。1年目で低学年珍しくないですか？だいたい3、4年生1年目持たされるイメージなんですけど。あ、です、みたいです、ね、そうですよね。すげえやってるとこしたら見てみたいですけど。本当になんか、はい、天職だなというか、本当に今と比べても、はい、その時の方が忙しかったんじゃないかくらい忙しかったんですけど、うん、なんか嫌なの一個もないですし。あ、そうなんですね。本当にずっとやってたかったんですけどね。ね。あれっつって。先生やってた時の経験ってなんか YouTube に活かせたりします？なんか多分喋るのが得意になりましたね。あと YouTube って結構短い時間で、はい、企画の説明をしたりだとか、うん、分かりやすい言葉を選んで、はい、いや、ここいらんかったなところを切ったりとか、うん、そういう作業がなんか先生の最初の導入、5分の導入と近しいところがあって、うん、あ、なるほど。そういう力はついてるのかなって思います、うん。まあ、なんか僕グループとしては、はい、まあ、今正直ピークくらいかなとは思ってるんですけど、はい、まあ、やっぱりピークが長い人というか、うん、こうならない人いるんですか、こうなって、はい、まあ、その後つきましてっていう人、うん、サザンオールスターズとかそういう感じ、ずっと固定層をずっと抱えてて、はい、まあ、今でも人気があるよっていうおじさんになりたいなとは思ってますし、まあ、個人では何でしょうね、もともと僕はその一人で何かやっちゃるぜっていうタイプの人間ではなかったので、はい、ようやく最近こういう一人でなんかいろんなお仕事とかをするようになって、うん、自信がついてきたところでもあるので、はい、まあ、なんか僕が一人でもなんか仕事ができるようにこれから自分のキャラクターを作っていきたいなっていうのもあります。
か他のメンバーとはまた一味違った形で個人活動をし続けられればいいかなと思ってます。またありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ何かありましたらいろいろとください。むしさんめちゃくちゃ丁寧じゃないですか。もうなんか誰が見てるか分かんないですからね。親御さんが見てるかもしれないですこのチャンネルは。なるほどなるほど。まあ割と多いチャンネルですけど、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。